皆さんこんにちは、いみきえりのです。皆さんいかがお過ごしですか？はい、今日はライブの楽しさを思い出してギターソロを弾いてみようの第3弾です。やっぱりライブができない日が続くと楽しかったライブのことを思い出すことが多くなるなという、そんな日々この頃です。ということで今日演奏するのは秦基博さんのプールという曲です。この曲は2017年の、横浜スタジアムのライブで、演奏した曲なんですけれども、秦さんのアコギと歌、そして、鍵盤の皆川さん、そして私のエレキギターっていう3人の編成で、その日限りの、アレンジで演奏した曲なんですけれども、感想がギターソロになったりとか、すごく心に残っている一曲なんですね。でその日私はとっても緊張してたんですけれども、なんか今でもそのプールを聞くと、なんかその日のこととか、なんかいろんなことを思い出して、なんかジーンとなってきます。ということで今日はゴールデンウィークということで、その2017年の秦さんの横浜スタジアムのライブが、5月4日だったということで、そのライブを思い出して演奏したいと思います。じゃあカメラをこの辺に、この辺ですかね。はい、ということで今日は秦さんのツアーでも使ってたんですけど、このテレキャスで演奏したいと思います。はい、ぜひ最後まで見てください。Thank you.